メキシコとか、闘志あふれるデンマークに完勝してきました。はい、日本チームは2回戦でブラジル、3回戦でメキシコ、4回戦でデンマークに勝って準決勝進出です。一方こちら側ユーゴは1回戦アメリカ、2回戦カナダ、3回戦ベルギー、4回戦スイスに勝っての準決勝進出です。日本チームは早川、粕谷、森、矢原、田中の5人の選手、一方のユーゴはオドリック、ストニック、ダシー、ヨルガといった選手が参加しております。中山さん、まず早川対ボドリックの対戦なんですが、このユーゴチームの特徴といいましょうか、どういったところに非常にやっぱり技の力強さっていいますかね、大技を使います。大技です。特にこの先方のボドリックは蹴りがなかなか大したいです、はい。まあ、この早川君が持ち前のですね、勝ち身の早い飛び込んでの突きをですね、はい、どんどん出れば、これは戦えば勝ちと思いますけれども。そうですか、はい、なかなか大変だと思います、はい。先方同士、早川対ボドリックの対戦です。日本対ユーゴの準決勝。左が長身のボドリック、右が日本の早川。今の蹴りはどうでしょうか。ちょっと、いや、蹴りは受けました、完全に早川君の、はい。早川君の突きがですね、ちょっと間合いが遠いんです。あーはー、ですから今一歩技にならなかったですけども。はい、ボドリックがちょっと場外に出ました。やはり押されますね。はい、この辺はボドリックも相当警戒してるんでしょうね。そうなんです、やっぱり早い飛び込みを警戒しております。はい、ボドリックの蹴り十分に決まりません。試合時間は2分間です。今のはどうでしょうか。いや、腹部に決まっておりますよ。十分に入りました。早川の突き、集団への突きが決まりました。技ありです。これで早川選手も精神的にかなり有利になったんじゃないですか。楽になりました、ね。はい、日本対ユーゴの準決勝先方。あ、今入りました、はい、これも見事です、はい。中段への突き鮮やかに入りました。これで技あり合わせて1本、早川の勝ち。やっぱチームとしてやっぱりこの先方が勝つと非常に戦いが楽になりますね、はい。日本チームは早川、勝也、森、矢原、田中とこの5人の選手なんですが、そういった意味で力のある早川選手をまず先方、そしてこれから勝也対ユーゴはボドリックの対戦です。勝也はいつもの動きが速いといいんですけどね、はい。今のはちょっと押したような蹴りで、相手の動きを止めたんだろうと思いますけどね、はい、ちょっとタイミングがいいので、はい、これは今審判からアピールが、副審からアピールがあって、今のは技を取っていいんじゃないかというふうなあれがあったと思うんですね。そうですか。ちょっと、まあ、決め技にはちょっと物足りませんけれども、はい、あ、やっぱり取りましたね、技。取りましたね。モドリックの蹴込み、技あり。カシアがちょっと苦しい試合展開になってきました。カシア対ボドリックの対戦です。どうもカシア君も先日試合前に左の腕怪我しちゃって折っちゃったもんですからね、はい、だいぶ3ヶ月前に骨折したそうですね。そうなんです。その辺がちょっと気になります。日本のカシア、ユーゴのボドリックの対戦です。判定はユーゴのボドリック、やはり先ほどの蹴込みが決め手になりましたね。そうなんです、はい。これで日本対ユーゴは1勝1敗になりました。続いて森俊博選手対ストニックの対戦です。この対戦はどの辺が見どころになりますか。やっぱり森の前足の足払いですね。足払いですか。しかしこれに対しても非常にヨーロッパではよく知って警戒しております。はい、ストニックの蹴り、森、はい、森がじりじりと追い込んでいきます。
しょう。今いろいろ右左連続した技が入って、もし取るんだったら最後の、あの今の左の突きでしょうね。左への突きですね、はい、左への突き、技あり。森がまず技ありを取りました。森対プトニックの対戦です。この森選手の足払いはこう外国の選手には相当恐れられているようですね。もうあの特にあのドイツイタリアは1ヶ月特別訓練やったそうですから、森の足払いの研究を。そうですか。森対プトニックの対戦、いい突きでした、はい、素晴らしい突きが決まりました。プトニックを追い込んで最後中段からの突き、これで技あり1本、森栃弘選手の勝ち。いかがですか。やっぱり森のやはり自力でしょうね、やはり、はいはい、ただ足払いはちょっと出なかったです。そうですね、森栃弘中段への突き2本決めました。技あり1本で勝ち。これで日本が2勝1敗とリード。矢原美希夫選手対ラシーとの対戦です。うまいですね、はい、今のはやはり矢原選手が例えば突きがあの外されたとすぐにそれからすぐ同じ腕でもってこの裏剣に変化するというふうな、はい、やはりこれが本当の空手でしょうね。はい、この辺が見事でした。上段への裏打ちで技ありを取りました矢原。やはりあの手技よし足技よし動きが速いときてるから、対戦相手は苦労します。はい、ユーゴのダシ、なかなか外国の選手ってのは思い切ったね大技かけるですからね、はい、それが思いがけなくかかるもんだから時々、あ今のもなんか、はい、ですね、今のはしかしちょっとこれは大技ですけどもなかったですね、はいはい、蹴りが決まりました。ダシ場外に追い詰めました。矢原、これで矢原ダシともに技あり一つずつですね。思い切った技かけられると時々守すことがあるんですよ、選手が帰って、はい、まあ、主審がダシに場外の注意を与えました。ああ今場外に出ましたですね、はい、これは後で判定に響いてきます。矢原対ダシの対戦、矢原が積極的に攻めます。ここなら積極的に攻めないと、はい、日本対ユーゴ準決勝団体戦、これで試合時間の2分が切れました。矢原対ダシー共に技あり1つずつを取っています。判定はどう出ますか。判定は赤が4本、日本矢原美希夫選手の勝ち。やっぱり積極的な攻めと、はい、技の数と、はい、それからあのさらにユーゴの方はあの場外注意がありますありますかね。こういったことがやっぱり判定材料になってます。はい、これで日本が3勝目を挙げまして、この準決勝ユーゴとの対戦勝ちを決めました。最後大将戦は田中雅彦対ヨルガとの対戦です。このユーゴっていうのは空手始めたのは非常に古いんですよね、はい、もうヨーロッパのイギリスやドイツと変わりないですから、特にあのこのユーゴとこのヨルガ選手っていうのは、はい、やっぱり名選手です。で兄弟ともにですね、はい、非常に ベテランで、はい、今3段4段です。でやはり同じようにお医者さんなんです。ドクターなんです、はい、なかなか熱心に空手やってます、はい、そうしますと田中選手としてもそう簡単には攻められませんか。はい、ただ田中君のあのこの左足右足特に前足でもって思い切ってスナップを利かして蹴るというふうなですね、はい、まあ得意技がありますから、はい、ちょっとこれが早い今のようなことがいいかと思います。上段への突きですね、あの蹴りと蹴りからの突きですね、はい、この辺の、はい、また突き、いや蹴りです、蹴りの今ですね、はい、左足をあの後ろに下げながら、はい、体をかわしながら右足で持って、はい、前で持って回し、はい、これで合わせて1本、田中ヨルガを破りました。日本は